どうしてあなたはそうまでして僕を気にかけてくれるんだい？副会長、さすがに心配しすぎでは。今日入った情報によると、消えた医薬品に関する手がかりは全てあの診療所を指し示しているそうですよ。それに決定的な証拠も見つかったようなので、会長も時間を無駄にしたくなかったのでしょう。金原会長は副会長もご存知の通りの性格なので、私たちには従う以外の選択肢が。
聞いた話ですが、貿易地域ができた当初、森月先生は白夜会に属していたそうです。その後何らかの理由で組織と対立し、自ら白夜会を抜けたとか。君こそ、こんな大事な時に何を言っているんだ。すでに証拠は掴んでいるんだ。白夜会なんぞ知らん。医薬品の件は間違いなくあの医者の仕業だ。それに、これだけ騒いでいるのに、イルスを貫き通すなんて、怪しいというほかないだろう。だから邪魔をするな。白夜会との話し合いの場で解決できなければ、再びこの救難が混乱に陥ることになるんだぞ。あんたらは本当によく調べてから来たのか？まったく、森月先生が薬を盗むわけないだろう。森月先生はどこの縄張りだろうと関係なく尽くしてくれるんだぞ。そんな人がどうして薬を盗もうと思う。その通りです。森月先生は腕がいいのに、ほんの少ししかお金を取らないんです。ちょっと性格が変わってるところを除けば完璧な人なんですから。それに、人を助けるだけで忙しいのに、薬を盗む暇がどこにあるんです。まったく、こういう時はありえそうにない人物が一番怪しいんだ。いいか、皆の者。まだ明るいとはいえ、僕の安眠を意図して妨げるとは、どういう了見かな。お集まりの諸君といっても、ほとんど極星界の人みたいだけど、君たちは文字を習ってこなかったのかい？診療終了。まさかこの程度の言葉の意味も僕が直接教えないといけないのかな。
週末の無料診察の時間はもう終わって、僕は今休憩中なんだ。それとも、この中に重病患者でもいるのかな？だとしたら大変だ。手遅れになる前に、その脳みその中を見てあげないと。お前、森月先生、いくら口が達者でも命を守ることはできませんよ。私たちは今日、あなたが悪事を働いた証拠を押さえてここにいる。悪事の証拠？何の話です？中に入ればわかりますよ。お前たち、さっさと先生を確保するんだ。残った奴は全員で中を捜索し、副会長は入り口を見張っているように。それなら私からも忠告しておこう。お前は極政会の副会長だ。違うか？あの医薬品を失えば私たちが責任を取らねばならない。つまり文字通り私たちにはあと2日の猶予しかないんだぞ。私を止めるだけの成果を上げたのか？違うだろう。何もしていないお前と違って私は証拠を見つけているのに、どうして邪魔立てするのだ。お前は一体何を企んでいる。極政会の副会長さん、もしよければ名前で呼んでもいいかな？彼女が話したことは
とても理にかなっていると思いますよ。それと僕からも金原さんに一つ忠告しておきます。あなたは白夜会への共有を再三拒んでいましたが、もし彼らがこの場にいて極星会の言動が伝わってしまった場合、あなたはその責任を一人で負うことになりますね。確かに森月先生の今の助言には感謝しなくてはいけませんね。白夜会の人間は野心が強く、人を蹴落としてでものし上がろうとする人間ばかりですから、私も発言には気をつけましょう。もし我々二大組織が本気で衝突したら、貿易地域のみならず救難全体がめちゃくちゃになってしまいますから。副会長はここで森月先生の身体検査を頼む。疑いが晴れたわけではない以上、体のどこかに隠し持っている可能性も無視はできない。そうだろ？それ以外の者はここで周囲を警戒していろ。もし副会長が何かを見つけ、罰を恐れて森月先生が逃げ出した場合、すぐに取り押さえるんだ。いいか？わかりました。安心していいよ。逃げたりしないから。ただ、僕の大事な仕事道具を汚さないよう注意しておきたくてね。あなたを怒らせるつもりはないし、ましてや困らせようなんて思ってないよ。でもね、僕は診療所にいただけで突然言われのない罪を着せられた。明らかに誰かが僕を困らせようとしているんだ。あなたは僕を心配してくれているようだけど、それはつまり僕が犯人ではないと信じてくれているということかな。わかったよ。それじゃあしっかり調べてね。僕の疑いを晴らせるのはあなただけみたいだから。言い忘れてたけど、みだりに触れてはいけないところもあるからね。
あなたはまだ独身でしょ。なるほど。そういうことにはまだ疎いみたいだね。宮南では昔から女性が男性の敏感な部分に触れることを女性からのアプローチや求婚を意味すると言われているんだよ。大丈夫。ちょっとした持病みたいなものだから。またしても僕の心配かい？それなら心配いらないよ。僕の代わりならいるし、もっと優秀な医者が彼らを治療してくれるからね。それを言うなら君も同じだよ。さっき信念がどうって話してたけど、あれは誰でも言えることじゃないし、実践となればさらに難しい。真理を追求する信念であろうと、市民を守る信念であろうと、はたまた別の信念であろうともね。残念だけど、僕に崇高な信念なんてないよ。僕はただ一人でも多くの人を救えればそれでいいから。さっき、会長はどうしてあなたの同行を拒否し、わざわざ僕の身体検査なんてさせたんだろうね。もしかしたら、あなたを自分から遠ざけたのには何か大事な理由があるんじゃないかな？それは、僕も含めてかい？極政会の副会長がこんな人間を称賛するとはね。もともとは護身用に持っていたものだからね。もちろん急を要するときはこれを使うこともあるよ。
いつか路上で我を失った者に遭遇したとき、身を守る術がないと困るでしょ。とはいえ、診療所にいても厄介事が降りかかることがあるからね。どうやっても防げないケースはあるかな。まったく、怖い世の中だ。いや、僕は怖がりだよ。例えば今、この診療所からありもしない証拠が見つかったら、僕はどう説明したらいいと思う？ところで、さっき物音が聞こえたようだけど、僕の診療所にネズミでも入り込んだのかな？事実は雄弁に勝るとはこのことだな。随分と白を切っていたようだが、この証拠には抗えまい。この容器は全て例の医薬品に入っていたものだ。どうやら薬を隠す際に見落としていたようだな。それは確かですか？本当に医薬品に含まれていたものかどうか、容器に記された説明をよく見た方がいいかと。おいお前、これはどういうことだ。証拠を見つけたんじゃなかったのか。私は本当に見つけたんです。中身の確認もしました。一体何が何やら。へえ、見つけた。それに確認したね。さっき君を見たとき、道理で初めて会った気がしなかったわけだ。今日と昨日の午前中、君はここへ来ていたね。今とは身なりが少し違っていたけど、診療所に来てから長時間順番を待っていたのに診察も受けず、中をこそこそ歩き回って、てっきり手がかりを探してるんだと思っていたけど、まさか人に罪を着せようとしていたとはね。な、何を適当なことを。会長が俺をここへ送ったのは調査のためで、俺は。なるほど、君は金原会長に言われてここへ来てたんだね。けど、本当に調査のためだけだったのかい？
まったく、仕事ができないばかりか私まで陥れようとするとは。なるほどなるほど、貴様誰の差し金だ。おい、誰かこいつから情報を吐かせとけ。チッ、とんだ無駄足だ。帰るぞ。あの、いいんだ。誤解されようが、罪をなすりつけられようが、僕は気にしないから。それより、僕にとってはこれが罪をなすりつけられたという証拠になるんだけど、あなたは信じてくれるかい？昨日の夜、侵入者に気づいた僕が診療所を掃除していたら、こんなものを見つけてね。もしも彼らがこっちを突き出していたら、今頃僕はどうなっていたか。あなたは勘も鋭いようだね。その通り。あなたを呼び止めたのにはもう一つ理由がある。まず最初に、僕にはあなたを助ける手立てがある。よって今後、例の医薬品に関する情報を僕にも共有してほしいんだ。それと、あなたはしばらく身の安全を優先した方がいい。特に、金原会長には気をつけるべきだ。何か新しい情報でもあったのかい？いえ、まだ何も。そうか。今回の件で死亡者の尻尾はつかめたけど、肝心の薬はどこに？発見が一日遅れれば、あの薬を必要としている人々が余計に一日苦しむことになる。できるだけ早く薬を見つけ、待っている患者のもとへ届けないと。ここのところ大変だと思うけど、引き続き捜索と監視を頼むよ。特に彼女、極征会の副会長からは目を離さないでおいて。先生は彼女を疑っているのですか？いや、心配しているだけだよ。
皆わかっていると思うが、我々極星会は今大事な時を迎えている。白夜会との約束の日にもし証拠を差し出すことができなければ、これを機に奴らは我々を攻撃してくるだろう。だというのに、決まって私の行動を邪魔してくる人間がいる。私もずっと理解できずにいたが、この尋問記録を見てはっきりした。仲間うちに混乱を引き起こした挙句、外部に情報を漏らしていた裏切り者、それは我らが副会長だ。どういう意味だと？この尋問記録を見てもまだ同じことが言えるか？この組織において下克上に類する行為は厳禁とされ、命を奪うほどではなくとも厳罰は免れない。とはいえ私も鬼ではないし、幹部たちからの評価を下げるのもごめんだ。それにお前の組織への貢献は決して小さくはなかった。以上を鑑みて今回のことは不問にしてやる。だが極星会としての地位は返上しろ。今後一切我々の敷居をまたぐことは許さん。これまでの功績に免じて最後くらいは見送ってやる。お前たち前副会長を送ってやれ。
それを言うなら君も同じだよ。さっき信念がどうって話してたけど、あれは誰でも言えることじゃないし、実践となればさらに難しい。真理を追求する信念であろうと、市民を守る信念であろうと、はたまた別の信念であろうともね。それと、あなたはしばらく身の安全を優先した方がいい。特に金原会長には気をつけるべきだ。捕まって！急いで！大丈夫。大丈夫。少し様子を見よう。お前、この近くで怪しい二人組を見かけなかったか？怪しい二人。ああ、
それならつい先ほど怪しげな人を見かけましたね。確かあそこの小道へ入っていきましたよ。行け、向こうだ。大丈夫。あれに乗っているのは僕の部下だから。気軽にオジェって呼んであげて。車で一緒に来たらすぐに追いつかれてしまうからね。僕だけ先に降りて助けに来たんだ。でもオジェもあまり長くはごまかせないだろうから、すぐにここから離れないと。それでどうする？あなたも僕と一緒に来るかい？そうだね。まず先生はもうつけなくていいよ。それから行き先だけど、今はひとまず秘密基地に隠れようと思ってるかな。何か考え事かい？どうしてそう思ったんだい？金原以外にも疑うべき相手がいると？どういうことかな？なるほど。あなたは僕を試しているんだね。でも金原守が愚か者で、僕の目的が組織の内部分裂という話は残念ながら成り立たないかな。まず金原が本当に愚かな人間なら、人を使って証拠を忍ばせたり、遠回しに相手を陥れるようなことはできない。それからもし僕が本気で仲間割れを狙うなら、極政界だけじゃなく救難の全組織を対象にしていたはずだ。金原はあなたを追い出す際、どんな罪を着せたんだい？それが事実だとしたら、彼の性格上
その場であなたを尋問し、得られるだけの情報を得てから始末していたはずだよね。なのにそうしなかった。つまり彼にとって大事なのは医薬品の所在でも極星界の未来でもないということ。そして何よりあなたはその事実にもう気づいていて、今のはただ僕が信用に足る人間か試していただけ。違うかい？どうやら僕の目に狂いはなかったようだね。わざわざ回り道をして彼女を助けた甲斐があった。いつだろうと先生の人を見る目は確かですよ。僕が最も懸念していることもまさにあなたが言った医薬品のありかでね。とはいえ、今は身動きができないから、先にあなたの右手を治療しておこうか。もう少し我慢してて。消毒だけはしっかりしないといけないから。右手の処置はこれくらいでいいかな。左手と顎の傷はそこまでひどくないから、塗り薬を塗っておくね。こっそり何の匂いを嗅いでいるのかな？死なんて言葉を軽々しく口にしてはいけない。あなたは健康だから、きっと100歳まで生きられるはずだよ。ところで、あなたが診療所に来た時、みんなの前で見知らぬ人をかばって金原を邪魔してたけど、彼にとっては多分あれが最大の誤算だったと思う。あれがなければ金原はどちらの薬が見つかっていても無理に僕を連行していただろうね。
多分僕がその薬のことを裏で調べていたのがバレて何かと都合が良かったんじゃないかな。私たち？いいよ。それじゃあ引き続き協力していこうか。まずは僕から手持ちの情報を。先生、極政界の連中に追いつかれました。無事でよかった。もちろん僕は医者だからね、問題があっても何とかできるよ。それよりオジェ、基地に向かう別ルートはある？はい、ただいくつか路地を抜けた後、例のビジネス街を進むルートになるので危険なことに変わりはないかと。いいけど、どうするつもりだい？あなたにそんな才能があったなんてね。それじゃあ、逃走ルートはお任せしようかな。降りろ、通行検査だ。でも見た感じ何も知らないようだね。副会長として応じれば通してくれるんじゃないかな。どうにか車止めのバーを上げてもらって切り抜けられるかやってみよう。
あ、副会長、お出かけですか。いえいえ、当然のことです。副会長もお気をつけて。ではどうぞお通りください。おい、そいつらを捕らえろ。金原会長からの命令だ。一体何を考えているんだ。さっきはどうして撃たなかったんだい。弾はちゃんと込められていたはずだよね。いや、むしろいいことだと思うよ。固い信念を持っているがゆえに、人の命を奪うことに耐えられなかった。それのどこがいけないんだい？僕たちが定めた敵は彼らではなく、私利私欲のために市民の医薬品を奪うような相手だ。それを違えてはいけない。森月先生、より正確に言うなら、家具の配置から何まで向こうの診療所と同じ作りになってるよ。僕は長いこと診療所にいたからね、この配置じゃないとなれないんだ。
私は負傷者を見捨てず命を救うことを理念とし、何よりも民族の大義を優先する。僕が過去に治療した患者と自らの意思でここにいる仲間だよ。皆病気を治すことで人々を救いたいという同じ信念を持った家族だ。そのまま信念の地と呼んでもいいし、諸光と呼んでもいい。意味は夜明け前の光で、我々医師が希望の光であることを示してる。ここ数年いろいろと衝突が起きて医療物資に不足が生じているけど、当時の僕がここを作ったのは、いつの日か病気を治せずに苦しむ人や薬が足りなくなる事態を根絶しようと思ったからで、長い挑戦の末に大病院や他の都市との関係を築いたり、すぐに使える人材やリソースを確保したりと少しずつ形になっていったんだ。全ての活動を秘密裏に進めてきたのは、いざという時にここをバックアップとして機能させるためだよ。森月先生、その傷は一体どうされたんですか？すぐに道具を取ってきますので待っててください。本当に大丈夫だったからだよ。軽くかすっただけで大した傷じゃないから。え、このお姉さん誰？すっごく綺麗。もしかしてここのみんなを助けに来た天使さん？この人はね、ここにいるみんなとは違って病気を治すことはできないけど、誰かを守りたいっていう強い意志を持ってる人なんだ。ならすごい人だね。お姉ちゃんが私たちを守ってくれるんだ。そうだね。でも、もし君を守ってくれるこの人が怪我をしたら、その時はどうすればいい？私たちもすぐにお姉ちゃんを助ける。その通り。よく覚えておくんだよ。諸行はどんな時でも助けを求める者の味方だから。それじゃあお願いしようかな。一応あなたをかばって負った傷だからね。森月先生が誰かに冗談を言うところなんて初めて見ましたよ。ダメだって。忙しくて忘れてたよ。後で飲んでおくね。ううん、持病を治すお薬。
本当に大したことじゃないよ。先天性のものでとっくに慣れてるしね。それにこの病がきっかけで僕は医者を目指すようになったんだ。あなたも知ってると思うけど、僕は幼少期を白夜会で過ごしてきた。それで組織にいた占い師に二つの災いが訪れると予言されたんだ。うち一つは僕が9歳の頃、先天性の病によって生死をさまよったことで証明されたけど、その時にはすでに運命を信じきれず医学を学んでいてね。幸運にも持病が悪化した時、僕に医学を教えてくれていた先生が見てくれて、結果として僕を救ってくれたんだ。結局のところ、僕はすでに一度死んでいる人間だからね。これ以上何かで思い悩んで、時間を無駄にしたくはないから。二つ目は、そういえば今年だったね。予言によれば今年僕はある事件で命を落とすらしい。どうしてあなたはそうまでして僕を気にかけてくれるんだい？この服かい？老齢の先生から医術を学んでいるうちに習慣になってしまってね。こういう服の方が福を呼びやすいとか、災い転じて福となすとか。ともあれ、治療には便利な服だったと思うよ。少なくともこうして今でも着てしまうほどにはね。うん、あの鉢には厳しい寒さの中でしか育たない特別な種が植わっててね。とても弱くて枯れやすいのに、そういった環境じゃないと育たないという矛盾した花なんだ。希望の花。僕の恩師が医術以外に残してくれたとても珍しい花なんだ。あの人はこの花を見るたびに言ってたよ。辛抱強く育ててればいつか必ず花が咲くって。うん、あれから2年経つけど
僕もまだ咲いたところを見たことがないんだ。まだまだ眠くはなさそうだから、少しだけ例の医薬品に関する話をしておこうか。うん。僕たちという障害が去った今、金原は近いうちに必ず何かしらの動きを見せると思う。そうなれば薬の行方もわかるだろうけど、問題なのは彼がそれを使って何をしようとしているのか読めないことだね。先生、つい先ほど金原に動きがあり、現在一人でガイラスホテルに向かっているそうです。こちらの人間がホテルの予約記録を確認しているので、ほぼ間違いないかと。深夜に一人で動き、ホテルを予約。裏で何を企んでいるのかな。僕も同じ考えだよ。いつまでも後手に回ってはいられないからね。お待たせしました。ご注文の料理と当ホテルからのささやかなサービスドリンクをお持ちしました。わかったわかった、いちいち説明しなくていい。と、兄弟もいたのか。失礼、入ってくれ。うん、どうやら約束していた人が来たようだね。兄貴、こんな時に俺を呼び出すなんて、極征会の連中に疑われたらどうするつもりです？何を恐れることがある。例の女はいなくなったんだ。もう邪魔をする者などいないさ。うちは今静かなもんだ。あの薬は安心して私に預けておくといい。極征会の倉庫にでも保管しておこう。むしろお前がいる白夜会の縄張りの方が今は危険だろう。今すぐにでも薬をこっちに運んでおけ。でないといつ計画がバレてもおかしくないぞ。薬はずっと白夜会の方にあったんだね。ですね。では今夜にでも兄弟たちに届けさせます。ところで兄貴、もし極征会にバレたらどう切り抜けるおつもりですか？もちろん
前副会長に罪を着せるさ。彼女の家で見つかったことにすればいい。では森月の方は、聞いた話だと始末しなかったそうですが、前に忠告しましたよね。奴は裏で薬のことを調べていたと。あいつが治した病人の中にはいろんな業界の人間がいます。しかももともとは白夜会にいた男です。油断はできません。兄弟、もしかして私を疑っているのか。あの時の状況を考えてみろ。私はしっかり準備をしていた。前副会長さえ出てこなければ予定通りあいつを始末できていたはずなんだ。もういい。どうせ医術しか能のない一人の医者だ。そこまで怯える必要はない。そもそもこの計画が奴に漏れることはないんだ。あまり我々身内の力を見くびるな。焦ってる。すみません。俺はただ慎重に。もちろん身内のことは疑ってませんよ。兄貴が計画のことを忘れてなくてよかったです。全ては我ら連合組織黒サメの計画のためじゃないか。この都市の二大組織を潰し合わせ、我らが覇権を握るためのな。明日の白夜会との会合で私はできるだけ場をかき乱すつもりだ。そのまま抗争に発展すればもはや医薬品どころの騒ぎではなくなるだろう。そして民の生活がさらに逼迫し、都市に不満の声があふれ始めた頃、黒サメの名前で我々が医薬品を供給すれば、我々がこの都市を掌握したのも同然になる。ええ、その時は我々で祝杯をあげましょう。しかるべき時に二組織を吸収すれば、救難のすべてが我々のものになります。そうだ、白夜会との会合場所はどうなった？そっちはもう同意したのか？ええ、すでに了承済みです。明日の午前9時、極政会の本部で行われる予定なので、くれぐれも遅れないようにお願いします。あと例の大丈夫ですか？何か大きな音が聞こえましたが、私でよければお手伝いしますよ。
妙だな。嫌な予感がする。無理やり開けろ。ダメだ。いや、最近の若者は変な奴らが多くて、借りた部屋をそのままにして窓から帰ったりするんですよ。まったく困ったものです。まさかまた発作を。すぐに取ってきます。怒っているのかい。これで許してくれるかい。本当に忘れていただけで、特に意図はないよ。薬を飲み忘れるのは僕の悪い癖だから、あなたが謝ることではないよ。むしろあなたがいてくれたから、今日僕はこうして助かったんだ。痛むかい？あなたは もっと力を入れた方がいいよ。じゃないと跡が残らないから。全然痛くないよ。それよりどうして同じ場所に？
そんなに多くのことを一度に承諾したら、なんとなく自分を安売りしている気分になるね。どうやら僕に選択肢はなさそうだね。いいよ、約束する。これから先でもし道に迷ったら、あなたに導いてもらうことにするよ。安心していいからね。僕の病気は本当に重いものじゃないから。ところで、さっきあなたは盟友って言ってたけど、これには何か特別な意味でもあるのかい？つまり、万両の金は容易に得られるが、気心知れた友は一人とて得がたしのような、千載一遇の出会いみたいな意味かい？なるほど。なら僕と同じだね。僕は白夜会の一員として育ったけど、子供の頃は先生から医学を学ぶのに夢中で、あまり彼らと関わることはなかったから。加えて白夜会は組織間の小競り合いばかりに執着してて、僕が組織外の人間を治療することにまで口を出すようになったから。信念が異なるというのは、僕にとって何より気になる部分でね。この急難には数えきれないほどの人間が住んでいるのに、組織の縄張り云々で治療の可否を決めていいわけがない。先生は大量の薬と労力を使って僕の命を救い、生涯をかけて学んだ全てを託してくれたんだ。それらの恩義に背いて患者を救う努力を怠るなんてこと、僕にはできない。僕を知っている人なら僕を心配してくれるし、僕を知ろうとしてくれる人なら直接聞いてくれる。外に向けて一から説明するというのは、それなりの理由がない限り僕にとって時間の無駄でしかないんだ。今までそう割り切って生きてきたから、あなたにあんなことを言われて本当に驚いたよ。命に敬意を払い、慈愛の心を持って患者と接してきた医師が医薬品を盗んだとは思いたくない。あなたはそう言った後も次々に僕を驚かせてくれた。しっかりと自分の考えを持ちながら、僕と意見が異なっても嫌悪感を抱くことなく、常に心の中の目標に向かって行動している。この世界にそんな人がいるなんて思いもしなかったよ。それはそうと、よくこんな方法を知っていたね。今は写真という手段もあるのに。この盟友のちぎり、僕はとても気に入ったけど、あなたの髪型ではいつまでも残ることはなさそうだからね。同盟の記念を残しておくなら、一緒に写真を撮るという方法もあると思うよ。
ならちょうどいいね。初めてのツーショットという意味でも記念に写真を撮っておこうか。どうかしたのかい？どこか見落としでもあったかい？軽く再確認しておこうか。金原に利用されていた事実を伝えれば、少なくとも大規模な衝突は避けられるだろうからね。事実、数社のメディアには声をかけてあるから、時間的に見てもすでに現行の作戦に取り掛かってると思う。あなたが阻止に向かっている間、僕はこの地図を頼りに極星界の倉庫へと向かい、例の医薬品を回収する。そうすることで、もし会合の方に予想外のアクシデントが起きたとしても、黒サメの計画を半分阻止できる。さらに、僕はそのまま極星界のビルから離れ、都市の病院や診療所に薬を届けに行く。念のため、オジェのことも連れて行ってくれるかい？
これまでは僕だけだったから、どうしても医薬品を届けきれるか心配だった。けど、今は二手に分かれて行動することも、相手の陰謀を阻止しつつ、薬をしかるべき場所へ届けることもできる。その時点で、僕たちは半分勝ったも同然だ。あなたが行くところは僕よりもずっと危険だからね。オジェが行くべきなのはあなたの方だよ。もちろん、直接あなたに渡したいものもあるからね。それじゃ、うまくいったらここで落ち合うとしようか。どうします？ああ、操るだと？お前何言ってんだ？なんだと？黒サメ？黒サメ、あの連合組織とやらか、どういうことか説明しろ。お前が黒サメのことを口にした瞬間、俺とお前を消しに来るとはな。ったく、面倒な真実を告げやがって。話を続けろ。黒サメがどうしたって、白夜会と極星会が利用されてるってのはどういうことだ？証拠はあるんだろうな。もし俺たちを騙してるなら、すぐにこの場で消してやる。
金原だ。それについてはこっちが聞きたいね。あいつが釈明させろって言うから来てやったのに、すっぽかしやがって。おいおい、どうして言っちまうんだよ。まだ最後まで聞いてないぞ。覚えてますよ、副会長。本当に森月先生なの？許してくれ、頼む、見逃してくれ。私はもう二度と誰が誰を見逃すって。いいかい、僕は次の2種類の人間を絶対に直さないと決めてるんだ。自ら七に立とうとする者、人を故意に傷つける者、君はどっちも満たしている。僕は短命に生まれた一人の人間に過ぎないけど、それでも自分の価値を生かそうと学んだ医術で一人でも多く救おうとしてきた。反対に君は私利私欲のままに病人から薬を奪い、あまつさえこの救難を支配しようとしている。そんな相手を見逃すだって。知っているかい、この都市にどれだけの患者がいて、どれだけの人が命の危機に瀕しているのか。
もしこの状況で僕が見逃して自暴自棄になった君が移送中の薬を台無しにしたり罪のない人間に発砲したらどう責任を取ればいいのかな。そこにいるのは誰かな。もしかして彼の仲間かい。あなたか。どうやら成功したみたいだね。なら、これで安心だ。おかしいね。こんなに近くにあるはずなのに。慌てなくてもいいよ。もう終わったから。僕はただこの写真をあなたにあげたいだけで、診療所の皆が現像して朝一番に僕にくれたんだ。だから自分の手で渡してあげたくて。そんな顔をしないで。いつかこうなる日が来るのは知ってたから、諸行のことを気にかけてやってね。あの薬はすぐに患者たちの元に届くはずだよ。僕たちは一緒にこの危機を乗り越えたんだ。これこそが僕が選んで心から望んだ道。医者として人生をかけて人を助けることができた。もう悔いはないかな。それにあなたという唯一の理解者とも出会えたしね。
今日はとても暖かそうだね。今はまだ寒いけど。わかったよ。まずは何を話そうか。そうだ、明け方にある夢を見たんだ。夢の中の僕は持病もなくて、というより病気とは縁遠いみたいで、夢の中で僕たちはまたお互いに約束を。いつの日か病気を治せずに苦しむ人や薬が足りなくなる事態を根絶しようと思ったからで、どうやら僕に選択肢はなさそうだね。いいよ、約束する。これから先でもし道に迷ったらあなたに導いてもらうことにするよ。同盟の記念を残しておくなら一緒に写真を撮るという方法もあると思うよ。来たね。今は忙しくないから座って、ゆっくり話そう。これは本じゃなく、そうだね、昔使っていたメモ帳か、あるいは日記かな。いや、自分で燃やそうとしたんだ。この日記は遺言のつもりで書いたものだから、残さない方がいいかなって。9歳の予言が当たってから、僕は万が一に備え何かを残そうとしてきた。それで発作が起こるたびに当時のことを記憶し、病気や命、信念、それらを記録した。けど火をつけてから後悔したんだ。変に思われるかもだけど、その時あなたの顔が浮かんで、慌てて日記の火を消したんだ。災いを乗り越えた記念か。その通りだね。火を消してよかったよ。たった一人の盟友がそう望むなら、もちろん見ていいよ。ただその前に、まずは時間を作って約束してた救難散策に行こうか。大丈夫だよ、僕は医者だからね。自分の回復具合なら誰よりも分かってるから。ちゃんとメモしておくよ。それじゃあ僕が迷子にならないよう手を握ってて。
いや、そのままあなたが持ってて。とっても大切なものだからこそ持っててもらいたいんだよ。そのメスはある意味で長く続いていた例の争いに終止符を打ってくれた。だから今後はあなたを守ってもらいたい。あれは手の感度を維持するためだよ。正確な診断のためにね。僕が医者になって以来、診察をするときか、何か特別なことがない限り、常用してたかな。